ございます。おはようございます おはようございます。いや、そうなんですよ。私そうイベント出ないことにさせてもらって、今回はメールで話したんだけど、本当いっぱいしたいこといっぱいあるんだけど、3月過ぎたらちょっとたくさん期待しててください。いろいろこれやろうとか考えてるので。カフェシャーバナナやばいね。ねえ、カフェシャー何の髪型にしようかな。ムカデヘアもいいなって最近思ってきて、ムカデヘアかポニーテールかツインテールか。いや私もいや不安っちゃ不安なんですよ。こう今なんか
なんか勉強と一緒にやるから、なんか思ったように、そう、なんかどっちもなんかめっちゃ全力でうまくできないみたいな。いやでもそんな別に思い悩んでるわけではないんですけど、あの、ね、でイベントだったらさ、なんかもうみんな他の子のとこ行っちゃうんじゃないかなとか思ってさ、ゆたにお見舞い来てほしい。いけないけど配信からは話せるよ。大事に。うん、あ、お、めっちゃカタカナの人、そんなことないよだって。逆にもう好きだわ。うん。うん。そんなことないよね。いや全然全然楽しみましょう、イベントを。そんなね。頻繁にあるわけじゃないですから。頻繁にあったらきつい。確かにね、確かに確かにそうですよね。うん、そう、なんか中途半端になっちゃうと、え、皆さんにも申し訳ないなって思ったの。そのなんかね、なんかさ、あの、なんかやるからにはちゃんとやりたいじゃないですか、いろいろね、あの、なん、一人オリンピックとかしたり、あの、なんか面白い、やるからには面白いこといっぱいやりたいんだけど、うん、それやると他のことがなんか、うん、マジで受験本当に嫌だ、受験嫌だけど高校行きたいから頑張る、頑張るぞ本当に。みんなの受験どうでした？もう私昔から受験、うわー受験、もう中2のぐらいの時から、うわ来年受験生かとか思いながら過ごしてましたけどね。え、え、でも本当に思うのが、マジで月日が流れるのが早すぎてやばい、やばいとか言っちゃったよね。大変本当に。だってさ、なんか受験は夏が勝負ですとかさ言ってたのに、もう10月22、もう10月後半ですよ。え、もう夏終わっちゃったじゃん、大丈夫私みたいな。やば、うーん、やばいよやばいよ、出川さんだよやばいよ、うん、マジでちょっと落ちたくないから、本当に本当に落ちたくない、まあ本当に落ちたくない、うん、落ちることが怖すぎる。え、だってさ、だってなんかさやばいじゃん、だってさペッて落ちるわけじゃないですかね。え、そう、高校生になったらね、そう、イッテ Q もあの出るかもしれないから、出ることは出れないと思いますけど、違う、うん、ちょっとね、
ぱいね、あの夢だけはしっかり膨らんでるので、はい夢だけはね、夢見る少女だから。もう勉強中とかめっちゃ夢膨らんで、あ待ってこれやりたいわとか思って、今スマホにやりたいことメモめっちゃ書いてる、これやるこれやるみたいな。え見せたい、えでもなんちゃうな、恥ずかしくなっちゃう、めっちゃ書いてんの今、夢見る少女じゃいられないみたいな。うん高校生だったら、うん、バンジー飛ぶよ、そうバンジーも飛ぶし顔面パイも食らうし、風がこうブワーってきたらちゃんと口開けるし、いや行ける高校制限されるかもだけど、私はね自分の行きたいとこ行きますよ。うん。いやそう払いやっぱりね、うん。いろいろできるためにも勉強頑張らなきゃ。コモードドラゴンと勝負します。イモトさん？チーターと走る？大釜で夢見る23歳とおしゃべりするの楽しみにしてます。夢見る23歳って言うとなんかすごいリアルになってくるんだな。うん。待って10月後半ってやばくない？ 10… え？え？いや待って今 Take it easy easy?あ、Take it easy. Thank you. You are kind. ん？いやー、今11、ちょっと、パ。そう英語で言うとそのなんだっけ昨日ナムリトルバグってやつ聞いたんですけど、曲なんですけど、なんか現在完了 I have been とか I have なんちゃらみたいな、あ頑張れだってありがとうございます、それI have そう I have にみたいなやつをまあ習ってるんですけど、今習ってるんですけど、なんか洋楽聞いてるとI have been めっちゃ出てくるなとか思って、 I have been キング牧師、え？ちょうど出たかもそれ、なんて言えばいいんだろう、全然無理しないで本当に、うん、そうだからいっぱい歌
詞出てくるなって思って、あの過去分詞を制すものは洋楽を制すなんつってあ、ドラゴン桜みたい。ドラゴン桜を見てたんですよ、放送された時に。あ、今のバージョンのドラゴン桜ね、最新の方の一個前になったじゃないですか。最新の方のドラゴン桜見て、いや私が中1とか中2の時とかに見たんですけど、やる気出ますよねドラゴン桜見るとね。え、皆さんどうですか。あ、俺の嫁だってありがとうございます。そう、東大行きたくなるよね俺の嫁。え、そう、一番最初のを見たい。だってさ、なんかその生徒役、え、なに、今のやつ見たら生徒役の方がこうゲスト出演みたいな感じで、結構帰ってきて来られてるんですけど、こうしっかり皆様、あ、この人出てらっしゃったんだっていうのが結構あって、すごーってなるから、なんかね、いやいや可愛いから東大は行かなくていいめっちゃ感じた。いやいや可愛いから東大は行かなくていいのよバカとブスとは東大へ行け。あ、そうですね、ヤマピーさんとガッキーさんとそうそう、だからドラゴン桜見るとすごく勉強のテンション上がるから見たいんですけど、まあ見たらもう時間経っちゃうよねってことで見れないんですけど、まあ心の中のドラゴン桜を思い出して私は頑張ろうと思います。めっちゃドラゴン桜好き。なんか、え、マジさ、ドラゴン桜が放送された年にあの受験生だった方とか絶対見ちゃうよね見ちゃって逆に勉強できないみたいなね、面白すぎてじゃないですか。いらっしゃらないかな、この中に。ドラゴン桜の時に受験生だった方、ドラゴンボールではないな、カメ、あ、違う、ドラゴン、あ、違う、おら、あ、ビリギャル見ましたよ、私。もうちょっと前に、前は前に見た。ビリギャルもいいよね、 KO って言ってね、いいよね。実話なのがすごいよね、あれっぽいよね、なんか地頭よくて吸収めっちゃ良かったみたいな。すごいよ、かっこいいよね。え、なになに、英語の採点で限定方式を知らないと損するか、ためになるよね、無理して間違わない。え、なになに、どういうこと、どういうこと、英語の採点は限定方式なの、限定方式なんだ。あ、じゃあここ間違えた、マイナス1点ってこと、数学の証明みたいなこと。え、うちの DVD プレイヤーに初期のドラゴン桜、めっちゃ見たい。え、そう、見たいドラマとかいっぱいあるから、でもとりあえず、え、でも中学生のいいところは受験を乗り越えたら3月はもうフリーダムなんですよ。あのほら、卒業式終わったら高校入るまで、まあ、課題は出るかもしれないけど、あの1ヶ月間休みなんですよ多分、聞いた
どこによるぞ。じゃないですか。なんかよく言うじゃないですか、ディズニーめっちゃ混むみたいな。最高じゃないですか。もうその3月にもうやりたいこと全部やっちゃうぞぐらいの感じで、うん、頑張ろう。え、めっちゃよくないですか。1ヶ月間休みで初見でしたって、ありがとうございます、嬉しい。中3の時は塾行ってたけど家ではあまり勉強しなかった。え、でも分かります、家より塾の方が集中できる。家だと誘惑が多いから、うん、まあ春休みの課題、まあどんなもん、どんぐらい出るんだろう、夏休みぐらい出るのかな。岩って岩って最高かよ、あれ嬉しい。いい曲めっちゃ好きだった。順序よろしく、順序よろしく入ってるのすごくない？ちょっと感動してたんだけど。あーよし行くぞー、誰がファイバー。うん、量で困るんだ、やば。エビカツドラゴン桜の主題歌なの？知らなかった。え、そうなの？エビカツっていう、エビカツ見て、私エビカツ好き、エビカツも好きだし、エビカツも好き。あ、ビリギャルの主題歌か。やばって、何準備しないと。タレカツ好きで、え、好きですよね、それ美味しいもん。今日配信の後に英語ペラペラ話してきますよ。英語のレッスンオンライン。お時間です。そうですね。話していきたいと思います。そうでもオンラインレッスンやってるとリスニング強くなるんですよね。私リスニング、うん、リスニング得意になったんですよ、テストで。あんまり間違えることない。だから、まあ、耳をこうやって磨いて、キュ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 って磨いてえ、でも私苦手なのが、あの英作文が苦手で、自分で書くとなんか S 付け忘れたりだとか、ちょっと文法ちょっと違ったりとかがして、書くのが苦手だから頑張らないと、うん、ということでありがとうございました。うん、リスニングね、大事だよね。書くのがね、書けるようになるように頑張ります。はい、いきます。13位まるちゃんさん、ありがとうございます。12位 RC さん、ありがとうございます。11位のむさん、ありがとうございます。10位ケイタンのカレーさん、ありがとうございます。9位いなり寿司2さん、ありがとうございます。あ、そういうことか。なんかツイッター消えたみたいな、そういうこと。8位 You are love you are なほこちゃん、ありがとうございます。
7位、友人社長チュン、ありがとうございます。6位、マッチさん、ありがとうございます。5位、ナッツ06173さん、ありがとうございます。4位、ケロちゃんさん、ありがとうございます。3位、テキ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 じゃん、ミミレパパさん、ありがとうございます。ありがとう。2位、テキ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 じゃん、おじゃさん、ありがとうございます。ありがとう。1位はテキ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 じゃん、フォワードカズさん、ありがとうございます。ありがとう、フォワードカズさん、お大事に、本当に気をつけ、はい、ありがとうございます。パチ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 、はい、今日は前座なので頑張ります。なんかちょっと緊張してます。ちょっと久しぶり、そうでもない。はい、レッツロール、ロックシザースペーパーユニコーン、じゃんけんじゃんけんぽん。はい、パーです。はい、パーです。あ、2日連続大根、え、すごい、イエーイ、負けた、あ、引き分け、おお。最近練習、すごい、勝ち、劇場で会いましょう。ありがとうございます。はい、あ、来月も行けない、待ってます。あ、で、私も分かんないのか、出れるか。来月の予定はまだ出てないですよね、ですよね。いつ出れるかな、11月は。はい、ありがとうございます。おごおご、はい、ありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。